Good Air ドコモ。スタバでホットコーヒー買ってきました。せっかくなんでね、ちょっと長らくっていうかあんまり行くことないので、今僕の町熊本県八代市の海の方ではなんかくまモンパークなんちゅうもんができようとしてるみたいでございます。せっかくなので今から見に行ってみたいと思います。さて今回は海までやってきてですね、まあコーヒーをゆっくり飲めるところでと思っていたんですけど、実はですねうちの地元熊本県八代市にくまモンをテーマにしたくまモンパークっていうのが港にできると、まあ豪華客船とかでね、来る人たちが、まあそのここの公園で、ゆっくりしてもらったりとか、あるいはここでイベントをやったりとかっていう場所ができるということでやってまいりました。いやーすごいね、できてきてるね、ちょっとずつね。この中に50何体のくまモンが隠してあるそうでございますので、ちょっと完成をね楽しみにしておきたいなというふうに思います。まあ新型コロナウイルスの影響がきっとあるので、まあ船がね本当に来るのかどうかとかよくわからないんですけども、まあでもやっぱ自分たちの地元の町がね盛り上がってくれるのが一番嬉しいので、どうにかねここも早く完成をしてもらって、早速嫁さんでも連れてねコーヒー持って遊びに行きたいなというふうに思います。皆さんも熊本県に来て八代市まで来たら、きっとその頃にはねお越しになる頃には出来上がってると思いますので、ぜひこちらまで遊びに来てもらえたらなというふうに思います。もうちなみにね夕日がマジ綺麗だから、まあちょっとねこれの工事とかあって、船なんかね、下ろしたりする場所を作るとかっていう工事もあって、まあ前ほど気軽にこれには来にくくなったんだけど、でもすごく川沿いから見える夕日もいいし、海をね眺めながら見る天草を見ながら見る夕日も最高なので、ぜひ皆さん熊本県八代市に遊びに来てやってください。後席体重測定します。どこいしょ、あれ、え、あまた増えてるやん、もう運動したのに。はあ、キャンピングロープスタイル。TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。鹿児島の YouTuber、さすまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで撮ってます。鹿児島の、魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はいこれぐらいないと食べちゃう。いやー冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ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 、サンダー、おおおお、揺らしすぎでしょ。サンダー、あ、あ、サンダーもドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもん、何そのキャラ、何そのキャラ。 Thank you for your listening. Good Air.com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。
Good Air Dokkan. Your listening station is Good Air Dokkan. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.